こんばんは。こんばんは。ちょっとゲリラプラスめちゃめちゃ遅い時間になってしまって申し訳ないのですが、皆さんこんばんは。こんばんは。あ、マサオさんクッキーありがとう。こんばんは。申し訳ないですね、とても遅くなりまして。とキヨちゃん好き好きありがとう、ありがとうございます。あとちょっと今日前髪がポサポサしてるんですけど、ちょっと気にしないでください。こんばんは。はい、今日もありがとう。お稽古行ってきまして。みんなさ、雪大丈夫そう？雪さ、今日降んないのかなって思ったんですよ。なんか、あ、雨になったんだと思って、思ったよりも暖かくなったのかなとか思ってたら、帰り、お稽古の帰りすごい降ってて、雪になったと思って。ビジュアル公開されたね、見てくれた？今回も藤原梨沙ちゃんを演じさせていただくので、グレーラベンダーカラーのロングのウィッグをつけて。そう、ロング、久しぶりにロングです。こんばんは。こんばんは。ありがとう梨沙先輩ね。でもなんかあのさ、やつさ、なんかみんなに比べてめちゃくちゃリップの色がなくてびっくりした。いや、なんかみんながなんかあの撮影した日の私一番最初だったのね。で、全部なんか最初だからし、なんかその撮影とかのウィッグに合わせるとわかんないから、全部いつも普段メイクは顔は自分で髪だけやってもらうとかなんだけど、あの日はこう顔も全部メイクさんにお願いしたから、普段とね結構違くて、そうで、なんか普段よりも、でもそういうものなのかなって思ってたら、みんなめっちゃ濃かったから、あ、そういうものではなかったんだと思って。こんばんは。あ、初見さんもありがとうございます。韓国語読めないけどありがとう。こんばんは。あ、白飛びしてる可能性もあるかもな、確かに。本番は、本番中、本番の舞台中は自分でメイクなので、私的梨沙ちゃんを演じさせていただく時のメイクはホークちゃん、猫、ありがとう。こんばんは。うん、は垂れ目で、垂れ目がまずは条件で、私自分が垂れ目じゃないのでメイクで垂れ目っぽく見せて、で、髪色がそのグレーラベンダーみたいな色だから、アイラインをね、グレーを使ってて、グレー使って、でピンク系のアイシャドウで、ただあんまりキラキラとかしすぎるのが良くないから、そこら辺を、普段私は結構ブラウン系のアイシャドウにゴールドラメとか、なんか結構ラメつけるの好きなのでラメつけるんですけど、それはせずにちょっとピンクっぽい感じで、涙袋は割としっかりめに色を入れてっていうこだわりがあります。そう、梨沙先輩。あ、ヒーヤンさんクッキーいっぱいありがとう。アサギさんクッキーありがとう。こんばんは。うん、そう、長石さんクッキーありがとう。そうなのよ、
メイク考えて、そうそう、結構髪色とかお洋服の雰囲気によってね変わるので。あ、久尾さんチョコ、あ、そうだ、今日ね、あれどこいたっけ、あれ出てきちゃう、あ、じゃじゃん板チョコいただいたんですよね。板チョコありがとうそう、久しぶりに板チョコ、まだ食べてないんだけど、板チョコいただいたので食べようと思う。なんか種類が、これが一番ノーマルのミルクチョコレートなんだけど、ミルクチョコ、こんばんは、初見さんもありがとうございます。ラストアイドルののんちゃんこと篠原のぞみです、よろしくお願いします。そう、こんばんは。そう、ミルクチョコとね、ハイミルクチョコ、赤いパッケージのハイミルクチョコ、ビターチョコ、ホワイトチョコがあって、そうそう、チョコレートは明治、そうそうそう、でがあって、結構ねホワイトが人気だったかも、割とホワイトか、ホワイトかミルクチョコがいいなって思って、だいたい早いもの順なんだけど、私はでもなんかとは言っても、例えばその4種類あったら4種類とも食べれるし、別にものすごいこだわりを持ってこれじゃなきゃだっていうことはないから、ちょっと待ってから撮ったんだけど、ホワイトが結構人気そうだったから、こっちのミルクチョコの方にしましたまゆちゃんクッキーありがとう、ゆねぴーさんハートありがとう、ビターも食べれる、何でもね食べれますね。でも板チョコはこの普通のミルクチョコが一番多いかも、買うのは。最近板チョコ買ってなかったけど、こんばんは、そういただきました。明日のさ、今日の帰り道はその雪がまだサクサク状態だったのであれなんですけど、明日の朝が怖いよね、滑りそうで。こんばんは、明日の朝がもうね、本当にめちゃくちゃ糖分補給してて最近。のぞみさんクッキーありがとう。そうなのよ、もうね毎日チョコ食べてる。うん、あ、確かに確かに、なんかお菓子作りするときにこの板チョコを溶かして使うかも。めっちゃもうさ、バレンタインのちょっと前とかに買っとかないとさ、もうこ、スーパーとかもね売り切れになったりするよね。プーチンさん流れ星ありがとう。甘いもの本当にそうなの、なんかやっぱ稽古してる時にやっぱ頭もすごい使ってるから、めちゃね糖分大事で糖分ないとね。そう、マナティチョコ棒めっちゃ食べてるよね、ほんとそう。でもチョコ棒はあんま食べたことないかも、私チョコは割と、うーん、まあでも今の時期はメルティーキッスが好きだね今の時期はやっぱチョコ毎日食べちゃう、食べるよね、ほんとに。学生時代はめっちゃ友チョコとかやってました。学生って言っても大学生の時はやってないか、中高生の時。大学生ってさ2月休みじゃない、だから誰にも別に会わないからあげなかった。
気がする。覚えてないだけかも。でも2月は休みだった気がする。ヒルマンさん、クッキーありがとう。ダイちゃん、猫ありがとう。ヒルマンさん、クッキーいっぱいありがとう。こんばんは。のんちゃん、こんばんは。こんばんは。自分にチョコ買いすぎ。あ、でもさ、今の時期ってさ、駅とかにも結構そのチョコ、有名なチョコ屋さんとかが、チョコ屋さん、有名なそのお菓子屋さんがなんかお店出してたりとか、期間限定のさところがチョコになってたりとかするから買っちゃうよね。こんばんは。無意識で、無意識的にチョコを食べるのなかなか強いね。こんばんは、ありがとうございます。丸い猫さん、猫ありがとう。赤井さん、くまちゃん、くまちゃんありがとう。赤井さん、くまちゃんありがとうございます。バレンタイン限定ね、本当にそう、この時期ね限定品が多いのよ。というかさ、何に関しても限定品ってなんか買っちゃうよね。チョコだらけいいね。バレンタインといえば生写真もね公開されまして、モバメで一足先に自撮りショット送りました。SNS にはまあ明日以降とかバレンタインの日とからへんに投稿しようかなと思います。うん、今回の生写真はピンクのふわふわニットにリボンもつけちゃって、だいぶ甘々な雰囲気になっておりますので、ぜひゲットしてください。珍しいので。風太郎さん、クッキーありがとう、いっぱい。甘々サンプル、あ、嬉しい。今回なんか私先にさ、みんなより先により注意引きって見るんだけど、だいたい毎回、あ、今回はみんなどれが好きかなとかちょっと考えるの。だいたいより注意引きどれが好きかな考えるけど、今回は多分よりが人気だと思う。わかんない、自分の感覚とみんなの感覚が一緒かどうかわかんないけど、結構ね自分でそう、今回はわりかし引きがいいかもとか、そう考えたりする。あさぎさん、クッキーありがとう。またね、オフショット、カメラマンさんに撮っていただいたオフショットとかもあるので、後々載せようと思います。まあまあ嬉しいですね。こんばんは。そう、なんかピンクのニットと水色のツイードっぽい感じの衣装があって、その最初こうサンプルというかこういうのがありますみたいな送られてきた時はその水色の方を着ようと思ってたんですけど、なんか私がちょうど撮ってた時が水色の子が何人かいて、意外とピンクがその時ね、その私が撮ってた瞬間にピンクのメンバーが割と少なくって、なんかだから、あ、じゃあピンクにしようかなと思って、そうで、おすすめしてもらったピンクのニット、あれスカートもピンク、全身ピンクって感じになってます。高弘慶吾さん、クッキーいっぱいありがとう。穴菓子さん、板チョコありがとう。こんばんは。そうそうそう、最近ね、そう、丸猫さん、猫ありがとう。ナチュラル、そうそう、最近ね、最近というか最近か、割と水色のお洋服着てることが多かったっていうのもあって、
そう、ジョージさん好き好き、ありがとう、ピンクパフパ、うん、水色、そう水色のお洋服着てることがめっちゃ多くて、そう一時期ね、あの本当にお洋服ほとんど水色とか青とかばっかりだったから、そうなの。バカラさんクッキーありがとう、白も黒もめっちゃ着るむしろ白と黒の方が着るけど、なんかでもそのファンの皆さんに会うイベントとか、うん、なんかこう何かで使おうって思う時は、バカラさんクッキーいっぱいありがとう、エネタネさんもクッキーいっぱいありがとう、そう時はちょっとなんか色物にしようかなって思って、201日ありがとうございます、そう昨日みんなと200日をお祝いできてありがとうございました。今日はなんと201日目ということでまだまだよろしくお願いします。そう、アヒーヤンさん板チョコありがとう、そうなのよ、なのでじゃないなんだっけ、そう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 、でそうなった時になんか色がいいなってなったら、なんか水色とか系ばっかり選んじゃってて、そうなの。でもまあピンクのニットもこの前着たり、友達に会った時なんかあのアフタヌーンティー行ってた写真載せたと思うんですけど、あれで一緒に行ってた友達にはなんかのんちゃんはピンクのイメージあるって言われて、そうだから割とピンクも着てるかもしれないです。あさぎさんもいたチョコありがとう、のぞみさんクッキーいっぱいありがとう、そうそう、ピンクといってもパステルピンクよりはくすみピンクとかの方が買いやすいけど、色的にはすごい好きです、パステルピンク。あと結構パステル系のカラーが似合うねって言っていただけることが多くて嬉しいです。そう、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。ラストアイドルののんちゃんこと篠原のぞみです、よろしくお願いします。そう、こんばんは、春いいですね、だからパステルだと春には淡い色のイメージ、あ嬉しい、もうめきた、あ送りまして最近ねめっちゃ短かったりあんま遅れてなかったり申し訳ないんですけれども、そう一足先にお写真送りました。でもなんか最近、あそう、そのビジュアル撮影の時も、今回の玉読みのビジュアル撮影の時もそうなんだけど、なんか時間がなくて、なんかいつも生写真の時も時間がなくて、自撮りとかそのカメラマンさんにね、しかももうあのそのオフショットを撮っていただけるからっていうのもあって、なんか自分の携帯で撮ったオフショットっていうのがほとんどなくて、で今回のその玉読みのビジュアル撮影の時もなんか時間がなくって、たどりしていただいたオフショットがちょっと一枚もなくて、ちょいい感じに載せられる写真がないので、そうなので、本番始まってからになっちゃうかも、初めて載せるのがそう、エネタネさんクッキーありがとう、こんばんは。あとなんかシンプルに撮ってくださいって言えなくてそう、ずっとなんかメンバーにもほんまなんか撮ってって言えなくて。高弘恵吾さんクッキーありがとう、
本番始まったら、そう。でも本番もね、多分ね、急いでてあんまり写真いっぱいは撮れないと思うから、自撮りしか撮れないかもしれないけど、パンフレットとか、なんか他にもね、いろいろあったらいいなって思うね。そしたら見てもらえる。サラミちゃんハートありがとう。モアメの写真嬉しい、ありがとう。メールぜひ皆さん受け取ってくださいキロちゃんクッキーありがとう。エヌトネさん流れ星もありがとう。そう、時と場合によるけどね、割と。シオンさんクッキーありがとう。ケロちゃんクッキーいっぱいありがとう。エヌトネさんも流れ星いっぱいありがとう。このクッキーめっちゃ美味しそうだよね。あのこのさ、なんかあのチョコかどうかわかんないけど、あ、まおちゃんもクッキーありがとう。なんかさ、この茶色プレーン、茶色プレーンってなってるこの4つのクッキーあるじゃないですか。だいたいこれさ、缶とかのクッキーだと入ってるじゃない。めっちゃ美味しいよね。こんばんは。おすすめのアイシャドウ、あ、私更新されてなくて、おすすめのアイシャドウはね、ずっと変わらず B アイドルのシャドウ、アイシャドウがおすすめ。ずっともうその B アイドルが発売されてゲットしてから更新されてないんだけど、ずっと B アイドルと、あとジルスチュアートのアイシャドウ使ってるけど、そうだね、 B アイドルおすすめ。てかなんか気に入ったからあんまりアイシャドウ買ってなくて最近、だから最近発売されたやつのいいやつはあんまり分かんないかも。丸い猫さんもクッキーありがとう。クッキー選んでいいって言われたね。あの美味しいよね。このまゆちゃんハートありがとう。こんばんは。ごめんね、ゲリラ配信で。のぞみさんもクッキーありがとう。ヨネピーさん猫ありがとう。あのクッキー美味しいよね。てかカンカンに入ってるさ、クッキーってなんか特別感があっていいよねこんばんは、ありがとうございます。ラストアイドルののんちゃんこと篠原のぞみです。よろしくお願いします。こんばんは。ジル合ってる、あ、嬉しい。でもジルもなんか可愛すぎてあんまり自分ではお店に行かないんだけど、今使ってるアイシャドウはいただいたものですね。そう、友達がプレゼントでくれたやつ。キヨちゃんクッキーありがとう。ずっと使ってる。そう、 B アイドル、そうなの。B アイドルのアイシャドウ大好きでずっと使ってる。のぞみさん板チョコありがとう。私は B アイドルのアイシャドウもね、ブラウン、結局なんかピンクとか、何色だったかな、赤ブラウンみたいなやつとかもその状況によって使うけど、結局普通のブラウンが一番使うかも。こんばんは。キロちゃんも板チョコありがとう。そう使いやすいんだよね。どんな状況にも合うメイクと一つで完成するのがすごく良くて使いますね。でも玉読みが終わったらメイク道具もお洋服もちょっと春っぽいやつとかをゲットしたいなって思ってます。なんかもうね、世の中結構お洋服屋さんとかも全部春物になってきてるから、まだ寒いしなと思ってなかなかほとんど買ってないんですけど最近は。なので玉読みが終わったらゲットしようと思います。
そうちょっとね欲しいワンピースがあるんですけど、それまでに売ってる、それまで売ってるか分かんないけど、春っぽいコスメいいな。春のずるいんだよね、大体可愛いんだよね春系とかって。たま読み終わったらそうネットね見ちゃうよね。そう私結構本当に買ったらすぐ着たいなって思っちゃうタイプなので、そうするとね春物とかは、でも春になって春物選ぼうとするとさもう色がなかったりとかするじゃない、だからそこはちょっと難しいんだけど。そうなのよ、春はパステルっぽいと。いしかもさ、なんか最近さ、最近でもないけどさ、春も秋もほとんどないじゃない。そうほとんどさもう、あ春かなって思ったらすぐめちゃくちゃ暑くなって、あ秋が来たかなって思うとさすぐ冬になったりするから、そう難しいんだよね。そうそう、まいさんクッキーありがとう、悩ましいでございます。うん、そうなの。あでもね私ね結構夏もカーディガンとか結局羽織って完全半袖でいますみたいな時間ってちょっと少なかったりするので、あのまあレッスンとかの時は半袖だけど、普通の日常生活は結構電車で移動したり、あとその場所とかでクーラーがめっちゃ効きすぎてたりとかすると、そのクーラーの寒さにやられちゃうタイプなので、結構カーディガンは必需品ですね夏でも。うん、早めに、あ予約、確かに確かに、あそれ やるたまにで、なんか結局予約したのが届く頃に同じような色のお洋服をゲットしちゃって、似たような色が被る時とかある。そう実質2週間、確かにそのぐらいだよね、出し惜しみしない、確かに。 TK さんクッキーありがとう、のぞみさんもクッキーありがとう。そうだね、まあでもこうやってみんなと配信とかする、配信とかで会えるから、本当にお家にずっといるとかなるとあんまりいっぱいお洋服着ないけど、毎日こうやって配信してたらいろんなお洋服も着れるし、ちょっと早めに春服ゲットしててもお家の中だったらすぐ着ても意外とありかもしれないから、早めにゲットしようかな。赤井さんチョコありがとう。うん、そうなの、手元にないとね、なんかあとそのネットだとたまにその届いた色もすごくいいんだけど、自分が予想してた例えばあの同じ青でも結構水色寄りの青だなとか、グレー寄りの青だなとか、あ結構原色に近い青だったなとか、そう同じ色でも結構差があったりするから、自分の頭の中では頼んでたのは水色っぽい青だから、これはまあグレーっぽい青だしいいかって思ってたら、どっちもちょっとだいぶ原色に近い青だったとか、そういうことが起こるのでちょっと難しかったりしますね。まゆちゃんクッキーありがとう、こんばんは。そうでもまあなんだかんだね、形が違ったりとかしたり合わせるもの変えたりすると結構色が被ったところでね、いろんな着方ができたりするんで、こんばんは。春と秋、あ、わかる、毎年さ去年って何着てたっけってなるよね。しお家にお洋服あっても、え、これ去年着てたみたいな、なんかそう、やっぱ自分の好みとかも毎年ちょっとずつ変わるし、もちろん流行りとかもあるしで、結構そのね変わるというか時間が来てしまったので。ランキングを読みます、危ない危ない。それでは13位キルマンさん、12位アサギさん、11位タカヒロちゃん、10位のぞみさん、9位コルトさん、8位くくれファンさん、7位ヒーヤンさん、6位ヒサオさん、5位エネトネさん、4位のぼるさん、ありがとうございます。はい、そして3位がふーたろ
ございます。2位が解散、ありがとうございます。はい、そして1位がドク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 ナガシさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今日めちゃめちゃゲリラプラス遅い時間配信でしたが、来てくださってありがとうございました。明日からも、明日ね、みんな雪の凍結にはお気をつけください。それではおやすみ、ありがとうございました。